勘兵殿が戦意を手配してくださった。わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。早速毛利へ向かう長政殿と共にリーフレ号で大阪に向かうことにいたぞ。 噂に聞く海坊主、いかにお主とて歯が立つまい。リーフレ号もひどいありさまじゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。 あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし左近殿でも毛利の調略は難しかろう。毒の霧が満ちているようじゃの。晴らす手立てを探すのじゃ。